関心を寄せておるところでありますし、文科省自体にですね、対する信頼感というのが地に落ちていると思います。教育を担当する役所がですね、このような事態を引き起こしたということについては非常に遺憾でありますし、これは私は閉会中でもいろんな調査をするべきではないかというふうに考えておりまして、他の党も臨時国会を開けとかですね、そういう要求をしているやに聞きますが、やはりこういうことは一致団結してですね、臨時国会を開いていただいて、この文科省問題集中的に審議をするとかですね、今日申し上げておりますように、スキャンダルが起こればそのことを集中的に、審査をする、調査をする、そういう機関を作るべきだということは再三再四申し上げてまいりまして、このまま秋の臨時国会まで、対応しないということになれば、今度は国民から政治に対するですね、政治と政治家に対する不信というものにつながっていると思いますので、我が党としてはあらゆる機会を通じて、臨時国会を、開くべきということは申し上げていきたいというふうに考えております。昨日、与党の参議院のプロジェクトチームが始まったということでございますが、参議院議員6名を増やして、全体の経費をその分削減するということだそうでございますが、一例を挙げればですね、参議院の議員会館も今の現状では6部屋がないということで、あります。既存の部屋を転用するか、各政党が使っている部屋を供出してもらうか、そういう手立てしかないと思いますが、その辺をですね、その辺も含めて、きちっと削減案というものを出していただきたいと思いますし、我が党としてもですね、全体的なこの参議院改革の案というのは持っておりますけれども、今回の件について、どういう削減案があるかということについては、しかるべき時期にですね、我が党の参議院議員を中心に削減案を作成していきたいというふうに考えております。次に、先日7月の23日月曜日でしたですかね、片山代表を筆頭に我が党の議員が、岡山県倉敷市を訪問いたしまして、いつもの身を切る改革で今日、作られました災害見舞い金を500万お届けさせていただきました。その後2班に分かれて、岡山県下、また広島県下、視察をしてきております。現地では非常に暑い日が続いたり、台風があって、たくさんの雨が降ったりですね、大変な状況だと思います。全国からもボランティアの方が集まっていただいて、復旧作業に取り組んでいただいていることには敬意を表したいと思いますし、我が党としては息の長いこの震災対応を行っていきたいというふうに思っております。今後身を切る改革で、生まれましたお金についてはこういった災害復興の資金として、引き続き使わせていただきたいというふうに思います。最後にですね、吉村大阪市長の方から我が党に対して、要望がありました。その中身についてはですね、今日本全国で44箇所の軍人の方の墓地というのがあります。これは戦争中亡くなった方等が各都道府県の各都道府県に、地元に祀られたということでございますが、戦後昭和21年にですね、大蔵省の次官、内務省の次官の方から、
こういった軍用墓地は自治体に無償貸し付けをするという、まあ、通達が出ております。まあ、しかしながら戦後73年経って、まあ、この維持管理がですね非常に、まあ、経費的にも人員的にも負担がかかるということが問題化してきております。まあ、墓地によって、敷地面積の大小、施設のいろんな種類の施設があるなし、そういうことがありますけれども、我が党としてはですね、やはり先人の戦没者の皆様方のためにきちっとこの軍用墓地の維持管理をしていくべきであるということを要望書を取りまとめまして、近日中にですね、麻生財務大臣と加藤厚生労働大臣のところにお届けをしたいというふうに思っております。昨年春に私もアメリカへ行きまして、国立アーリントン墓地にもお参りをさせていただきました。やはり靖国神社の問題等もありますけれども、この軍用墓地についてはきちっと国の方で、維持管理をしていくべき問題だというふうに考えておりますので、提言書、要望書が固まり次第、両大臣にこれをさせていただきたいというふうに思っています。ぜひメディアの皆さん方も資料等をお渡しさせていただきますので、取材等していただいてですね、やはり先人をないがしろにするということでは、まだ戦後が終わっていないというふうに言われても仕方がありませんので、きちっとこれが進むようにですね、ご協力をしていただきたいというふうに思います。はい、私からは以上です。それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上、所属、お名前を述べてからご質問くださいますようお願い申し上げます。あ、ちょっと一点言い忘れました、すいません。先の国会で参議院に6増、冒頭にも申し上げましたが、定数増が行われました。我が党としてはですね、これに抗議をする意味合いを考えまして、各委員会等から派遣される視察については全員ですね、割り当てがありましたが全員辞退をさせていただきました。まあ、片方で、定数を増やしてですね、ちゃんちゃんバラバラやった挙句に、それが終われば仲良く手をつないで、海外視察に出かけるということについて、地方議会等でももう海外視察を行っているところというのは少ないです。自費で、行っておられる方はたくさんいらっしゃいますが、海外視察等も見直す時期がやってきていると思いますので、国会が終われば必ず視察に行くと、8月になれば盆踊りをするということと同じような感覚で、いつまでもこういったことをだらだらとするということでは、税金の無駄遣いだと思いますので、このことについても申し上げておきたいと思います。以上です。それでは質疑応答させていただきます。今言及のあった海外視察についてなんですけれども、各委員会の視察については、辞退ということなんですが、これは3だけでしょうか、それとも衆参で、党としてですので、衆参で、約8名ぐらい辞退をさせていただきました。読売の前です。はい、これを今後も、継続して辞退するということなのか、それとも次の次まあ、来年の国会になって、まあ、状況次第でありますが、海外視察の在り方というものは国会改革の中に我が党としては位置づけていきたいというふうに思います。私も地方議員時代に海外視察に行きましたが、大体まあ渡航前にですね、3回前後の、まあ、勉強会を行ってですね、何のためにどこに行って何の勉強するのかということをきちっと、まあ、合意した上で、渡航するというふうに、しておりましたし、
で帰国後はこれは当たり前の話なんですが、自分でですね報告書を制作して、議会に出したと、提出したということであります。国会の場合は何ら事前の勉強とかですね、そういった報告書を提出するということについて、行われていないというふうに聞いておりますので、もう少しこう身のある海外視察にするべきではないかと、行く行かない事態も含めてですね、この海外視察については見直す時期が来ているというかと思います。在外公館の方々もこの時期はもう大変多忙で、国会議員を受け入れるためにですね、休みなしで働いておられるということを聞きますので、その辺についてはきちっと整理していきたいというふうに思います。だけなんですけども、月曜日に海外学をやられている小泉進次郎さん含めて13人が高知県の大川を訪れて、村議会が廃止かどうかというのを出ているわけですけども、なかなかなり手がいないという中で、地方議会をいかに改革するかという社長されたんですけども、どうでしょうか、幹事長から見て、なり手がいない地方議会がたくさんある中で、なんか特効薬といいますか、どういう対策を立てるか。なかなか特効薬はないと思いますね。で私も小泉代議士の視察の VTR を見させていただきましたけども、百合の花を作っておられる農家なんかにも訪問されて、おっしゃっておられるには、今はその百合の花をきちっと商品化するために必死ですと、議員をするような時間がありませんというようなことをおっしゃっておられました。要は地方創生と簡単に言いますが、地方創生をするためには若い皆さん方を集めなければならないという大前提があると思います。で若い皆さん方はやはり現金収入がないとですね、その地で、生活をしていけないということでありますので、これも再三再四申し上げておりますけれども、今の地方創生が本当にそういうことになっているのかということを政治側がですね、考えないと、生活もしていけないのに、議員になったりとかですね、その地に暮らしたりとか、そういうことは非常に考えにくい事柄でありますので、私は地方創生というのはもう少し根本から考え直す時期が来ているというふうに思います。その他ご質問ございますか。今日申し上げてきたような細々とした打ち合わせ等で、特に決定事項というのはありません。報告できるような決定事項というのはありません。読売新聞。今おっしゃったように、小泉進次郎さんの、改革会議とありますけれども、その中で国会改革の機運が高まる中で、要求改革を進める維新の会、どう今後国会改革を進めるのか、存在感を示しているのか、我が党が数ある政党の中で国会改革に対して一番熱心であるということを、私自身は自負をしております。そして、月18万円の報酬のカットということも、実行をしている、有言実行で、やっている唯一の政党だというふうに思います。今後平成のうちに衆議院改革実行会議、これもですね臨時国会に入るとまた稼働するということでありますので、この、平成のうちにの改革会議が提唱している3つの事項ですね、まずこれを1つずつ進めていくということに対して全力を挙げていきたいと思いますし、たくさんの改革項目あります。ですからそれは次の平成のうちにの次に来る会議体なのか、どういう形になるか分かりませんが、そこにつながっていくように
率先してですね、まあ、やっていきたいと、そういうふうに考えています。その他ご質問ございますか。今日としてもサマータイムの導入についてなんですけれども、まあ、オリンピックに合わせてサマータイムの導入をという提言を、まあ、オリンピックとされていて、まあ、長官は否定的なんですけれども、これについての考えをお願いします。あのサマータイムもですね、これまで何度もあの導入が検討されてきました。やはりあのメリットとデメリットを比べるとですね、あの私自身もまあデメリットが多いような気がします。まあ、あのオリンピックだからといって単年度的にですね、単発的にそのサマータイムの導入をすれば、その翌年にも何らかの影響が出ることを予想されますので、まあ、私自身はあのサマータイムの導入よりも、まあ、オリンピックに出場する参加選手の安全、そういうものを、まあ、より高めるための方策というものを考えた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、今年みたいな暑さになれば、あのいくら普段鍛えているスポーツ選手でもですね、かなりの影響が出ると思いますので、そこは十分安全対策をやっていただきたいと思います。あのこの春に冬ですか、今年の初めにあの平昌オリンピック行かせていただきましたが、向こうは逆に非常に寒いというところであって、まあ、会場等でもそういった寒さ対策というものはなされておりましたので、そういったことを参考にですね、十分な対策を取るべきではないかと思います。まあ今与党側もプロジェクトチームを作って検討しだしたということですので、まあ我が党もですね、できればまあ今月中ぐらいにはそういった参議院の予算、削減案、こういうものについて、まとめていくという。それでは、これにて幹事長の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。